今日は藤井聡太さんのニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。藤井聡太王将、キノコ克服に一歩前進。舞茸の天ぷらが食べられるように。アベマトーナメント2023の収録の取材会に、将棋の藤井聡太王将が参加しました。そこでの取材陣からの、昨年、苦手と公言しているキノコの克服を宣言しましたが、それから1年が経過し、進捗状況はいかがですか？の質問に対し、藤井聡太王将は、舞茸の天ぷらが食べられるようになりました。少しは前進したのではないでしょうか。と微笑みました。年末年始の過ごし方については、お正月は家族で大富豪をしました。勝敗はトントンくらいです。とのことでした。今月8日からは、第72期アルソップ杯王将戦7番勝負で、永世七冠の資格を持つ羽生善治九段との対局が始まります。二人の熱い戦いに期待しましょう。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。どんどん資格がなくなっている。キノコで弱らせる作戦が通じなくなるな。舞茸から行くとはさすがですね。次はエリンギかな。キノコまで克服したらもう無敵じゃないですか。北斗は今すぐ将棋連盟に連絡しないと。舞茸の天ぷら？うまいよね。味、食感、食べ応え、隙がないと思うよ。雪国舞茸、かっこ公式。一歩前進、おめでとうございます。あったかい家族でいいな。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。